小松マテーレは1943年に繊維加工メーカーとして創業、以来さまざまな分野に事業領域を広げながら化学素材メーカーへと進化してきました。ファッション、スポーツ、ユニフォームなどさまざまな医療に使われる先端ファブリックを提供しています。インテリア、生活資材、車両内装材、医療福祉、電材など多岐にわたる分野へ高機能ファブリックを提供しています。感性と機能性の両面を併せ持つ先端ファブリックをベースにオリジナル製品を開発しています。炭素繊維や発泡セラミックスなどの先端材料を用いた環境共生素材を提供しています。小松マテーレはテクノロジーラボを拠点として日々素材の研究開発を積み重ねています。そしてこれまで培った匠の技と感性を組み合わせ、独創的な新素材を創造し続けます。先端材料を用いて耐震補強された独創的な外観を持ち、繊維の歴史と未来の姿を発信するファブリックラボラトリー、ファーボ。サスティナブルの考え方をベースに未来を見据えた新たなものづくりに取り組むファクトリーショップモノーボ。そして教育機関と共同で衣装を制作するなど、さまざまな取り組みを行っています。これからの持続可能な社会の実現に向け、あらゆる企業活動を通じて人と繊維と自然とが共生できる住みよい地球環境づくりに取り組んでいきます。繊維を通して人々に地球環境保全、安全、健康、快適、美を提供したい。私たち小松マテーレはこの使命を胸に、さまざまな技術と感性をより深く、より広げることで成長し続けます。自然と人類社会に貢献できるたくさんの感動をこの手で作り続けたい。それが私たちが未来に思い描く夢です。アート・イン・テクノロジー、小松マテーレ。